スリン先生のヒロイン紹介のコーナー。今回は金髪碧眼の美少女高倉あんずちゃんにインタビューするわよ。アシスタントの林道つばめです。今日はよろしくお願いします。というわけでアンジー、セルフプレイよろ。いやいや、いきなり無茶ぶりされました。はじめまして、港総合学園1年高倉あんずと申します。以後お見知りおきよ。おお、丁寧な自己紹介ね。育ちの良さがうかがえるわ。さすがは世界を股にかける貿易会社の社長の娘。長男である高倉優と、優ちゃんとは義理の兄弟なのよね。はい、血のつながりはありませんが、妹のアンリと一緒に兄さんを兄さんとして慕っていますよ。趣味はお菓子作りでいいのかな。はい、おいしいクッキーやスコーンを焼いて兄さんに、はい、あーんってするのが日課です。それとそれと、兄さんにモフモフするのも日課ですね。モフモフ？はい、兄さんに抱きついて頬をスリスリすることです。兄さんのお胸あったかくて、ついいつまでも甘えたくなるんです。あんずちゃん甘えん坊で素直だから、ゆうくんもつい甘やかしちゃうって言ってたよ。確かにアンジーってば小動物みたいだからね。ギュッとしてハーハーしたくなる気持ちもわかるわ。はは、いやいや、おたわむれはおやめください。アスリン先生、アンズをいじめないでください。あ、アンリー、ヘルプミー。出たわね、ツインテでお胸が控えめな妹の方。誰がぺったんこですか。確かに広いんで一番バストが控えめですが。ほほう、ということはアンジーの方が大きいわけね。どれ、おじさんが確かめてあげましょう。さあ、脱いだ脱いだ。いやいや、ですからエッチなのはいけません。何よ、恥ずかしがることないじゃない。ユウちゃんと一発くらいかましてるんでしょ。アスリン先生、なんてこと聞いてるんですか。だってユウちゃんとアンジー、ただの兄弟以上に仲良しだから、そういう関係なのかと。違いますよ、兄と妹がそういう関係になるはずないじゃないですか。非道徳的です。それにエッチなことってよくわかりませんし、想像するだけで。わお、It's pure! 純真無垢な妹に恋のいろはを教え込むのはお兄ちゃんの役目ってわけね。そういう展開に燃える憧れる。おじさん、興奮してきちゃったわ。一緒に大人の階段登りましょう。いやいや、来ないでください。ツバメさん、まとめてください。以上、アスリン先生の言ってダメなら体に聞いてみろのコーナーでした。コーナー名変わってます。ノーモアエロス。Thank you.